別府行けむり号別府行けむり号別府行けむり号は広島県広島市、山口県周南市と大分県国崎市、別府市、大分市を結んでいた高速バス路線である。2017年1月9日をもって運行休止した。本記事では主に運行休止当時の情勢を記述する。中国地方と東、九州を結ぶ唯一の高速バス路線で、 運行区間途中の徳山港竹立港間で、スオーナダフェリーにバスを搭載して構想し、陸路では遠回りとなる区間を短絡する。運行開始当初は営業運行中にフェリーを利用する唯一の定期路線バスであった。座席は予約指定制。各社とも0.5往復、日を担当。なお、山口県内での予約、発見業務は、傍聴交通が担当。 ふとじは停車停留所。本州内、九州内のみの利用不可。また、徳山駅前、徳山港竹立港のみの利用も不可。運行開始時には、トイレのない車両が使用されていたが、2007年9月下旬以降、高校観光担当便は、トイレ付け車両が使用されていた。また、大部交通担当便も、他路線から転用されたトイレ付け車両が、使用されるようになった。大分。 別府徳山、広島高速バス、別府湯煙大分交通、2015年7月20日、閲覧、大分交通大分広島線迂回運行のお知らせ、ありがとうございます。